どうもゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はゴルフ場、実際のゴルフコースでダフってボールが飛ばないと悩んでる方、このポイントを押さえてないから飛ばないんだよという絶対に他では聞くことのない、そんな内容にしていきたいと思います。こういう今回話していく内容は他では聞けないと思いますので、最後までぜひ見てみてくださいね。私三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さんいつも感謝してます。皆さんの頑張りを見れる本当に幸せなことです。そして動画を見てくれてる皆さん、いろんな動画を見ていらっしゃる方が多いと思いますが、今回はこんな内容他では聞けない、そんな内容にしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。では早速いきたいと思います。ダフってうまくボールが前に飛ばない理由、これは最後まで回転がされていないからなんです。そしてなぜそれが回転が大事なのか、それを明確に今回は皆さんにお伝えしていきたいと思います。ダフって飛ばないというのはこんな感じで思いっきり手前を打ってしまう。ではこのダフった時にクラブの勢いがなくなってしまう原因は何なのかということなんですね。それが回転していく、その勢いが足りないということになりますが、そこがポイントになります。この回転するということを本当に重要なことだと認識できている方というのはほとんどいらっしゃらないんですね。この回転するというのは腕、この腕は上から下にこんな感じで振り下ろすような動作をしています。もう少し厳密に言うと少し斜めに上がって振り下ろされて、振り抜かれるときは上に、こういう V の字を描いていくんだよ。これはかなりゴルフ研究されている方は知ってらっしゃる方いると思います。その見てくれてるあなた、もしかして知ってますよね。じゃあこの V の字を描いていくというその腕の動きをしていけば良いんですが、じゃあ V の字を描いたときにクラブの抜け先がスムーズに最後までいけるのかというと、それは絶対にできないわけです。 V というからして上から下にこうなるわけですから、勢いが下にドーンといって、そこでどこに抜けるんでしょうということになるわけですが、そこでこの V を体の回転をさせながらすることによってこういう円を描いていく動作になります。もっと単純化していくと、単純にこういうふうに上下上下という動作をしたとすると、これを回転しながらすることによってクラブの抜け先ができるんですね。ただ上から下だけだとそこで終わってしまって、下から上に上げる動作が必要になってきてしまう。ここからこうしなければいけないんですが、これを回転しながらやればクラブの抜け先が自然にできるので、体が回転するというのが極めて重要になるわけです。そしてこの回転する動作が全くないという方はいらっしゃらないと思いますが、少し足りない状態だとクラブが下に勢いがついた状態で地面に当たってしまいますので、そして上に抜ける動作が足りない状態になってしまいますので、なのでダフった時にクラブの勢いがなくなってしまうんです。ですからダフって勢いがなくなって飛ばなくなってしまうというのは、とにかく体の回転、打っていく方向に体を向けていく、ただこれだけでクラブが下に地面にドンと落ちてはいくんですけど、ちょっとダフったなというような感じになったとしても、今ボールの手前をちょっと打ってみたわけですが、それでも自然にクラブは抜けていくんです。それは一重に体の回転を使ってクラブの抜ける先を作っているからに他ならないんですね。ですからクラブは縦に動いてます。腕は縦に動いてます。真上真下ではありません。少し V の字を描いていく感じにはなるんですが、いずれにしても上に上げて下に落とした時に回転がない状態だとそこで止まってしまいますので、これではクラブヘッドの勢いというのはその瞬間的になくなってしまいますので、そうならないように体を回していくのが重要。そしてその勢いが中途半端になってはいけなくて、最後まで一気に振り抜いてあげる、
こういう感覚を持ってして初めてダフったとしてもそのまま抜けていきますので、この動きが超重要であるということになります。ぜひその認識を皆さん持っていただいて、コースでは一気に最後まで振り抜いてみよう。たとえ振りの幅を小さくてもギュッと勢いをつければそれで抜けますので、ぜひコースで試してみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。